こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネル、ココアートラジオへようこそ。皆さんは何時頃お聞きいただいてるんでしょうか。私が今この収録をしているのは深夜3時頃です。制作が終わったアトリエで録音しています。画面は随分昔にココアートチャンネルでお届けした私のビフォーアフター映像です。なぜこの映像をバックにラジオをお届けしているかというと、ひまし油の続編をラジオでお伝えした動画、覚えていらっしゃる皆様いますでしょうか。そのラジオで最後にこんな風に呼びかけたんですね。過去の動画で何か気になったものがあったら、こういう風にラジオで振り返るので、何かリクエストがあったらお願いしますという風に呼びかけたら、2件ほどコメントいただきました。ありがとうございます。それで早速いただいた1つ目のコメントが、もう随分前の動画で人は見かけが 100% という動画があったんですね。その動画で私がモデルエージェンシーに通ってウォーキングのレッスンをしたという話題をしたんですね。その動画から着想を得て、颯爽とした歩き方を教えていただきたいというふうなコメントをいただいたんですけど、私全然颯爽とは歩けてないと思うんです。一度ネタで個展会場でモデルの歩き方っていうふうな感じでやったことがあるんですよ。このブランド、このブランド、この雑誌みたいな感じで、ちょっとネタでやったのを私のコレクターさんが YouTube にアップロードしてるのをご覧いただいて、そこからそういう風なコメントをいただいたと思うんですけれども、まあネタでやるのも面白いかなと思いつつ、それはまたお散歩動画の時にでもやろうかなって思います。その他にももう一つこんなコメントをいただきました。何度もコメントしてすみません。この動画の最後の方で過去の動画を振り返りラジオをしてくれるそうで、お言葉に甘えてリクエストします。初期のココさんのビフォーアフター動画を元に、男性から女性に容姿が変わる時のエピソードトークが聞いてみたいです。あとココさんのイケメン時代のモノクロ写真をもっとゆっくり見たいです。この願いが叶えられたら嬉しいです、というふうなコメントをいただきました。まず何をおっしゃいますやら、何をおっしゃいますか。何度もコメントしてください。 YouTube はコメントが多かったり高評価が多いチャンネルを有料チャンネルっていう風に機械判定して、関連動画に出してくれたりとか、おすすめに出してくれたりするんですよ。お一人の方で何個かに分けてコメントしてくださったり、久しぶりにまたこの動画見たのでコメントしますっていう感じで何個もコメント入れてくれる方いるんですけれども、とてもありがたいです。もう本当にスタッフも私もこれはありがたいねっていつも感謝してるんです。なので何度もコメントしてすいませんなんて言わないで、お好きな時にお好きなだけコメントしてください。お願いします。ということで今回はこのコメントをもとに、私が男性から女性に変わるくらいの時のちょっとしたエピソードトークをお話ししようと思います。今お届けしている私のビフォーアフターの映像の時にも、私の男性時代の映像とか画像とか、男性から女性に変わった直後のものとか、いろいろな画像をお見せしたんですね。全体的にちょっとずつチラ見せっていう感じでお伝えしたので、じっくりとは流してなかったんですね。なので今回はトークをしながら、その昔アップロードした当時の映像と、それ以外にその映像で流した私の男性時代の時の画像も画面では流したいと思います。でもトークの方は全く関係のない話題になります。私の想像ではこのお話はすごく長くなると思うんですね。なのでビフォーアフター映像を使っても、その当時の画像を使っても、多分映像の方が足りなくなると思うんです。もし足りなくなったら、講演会の映像とか個展会場の映像とか、私のこれまでで何か適当なものを見繕って画面では流そうと思いますので、その辺だけご理解とご了承のほどお願いします。どの映像を使うかは編集スタッフのセンスにお任せするとして、まあ画面では私が男の子から女の子に変わったこととか、私の講演とか個展とか反省とか、いろいろなことをお伝えしながら、ちょっとしたエピソードトークをちょっとじっくりお話ししてみたいと思います。それでスタッフと何を話そうっていうふうにいろいろ話し合ったんですね。どうせラジオで話すなら、通常の動画と違ってラジオだったらじっくりこっくりお話しできるなと思って、動画だとやっぱりまとめないといけないし、あまり長い時間皆さんを拘束してもいけないけれども、ラジオの場合だったら聞き流しでできるから、じっくりお話しできることがいいねっていうふうなことで話してたんですね。それで何がいいかなって、ちょうど私が男性から女性に変わったぐらいの時で、
どんなエピソードがあるかなと思ったら、私が昔お友達と3人でルームシェアをしていた時のお話をちょっとしようかなと思ったんです。皆さんルームシェアってしたことありますか？自分以外の人と同じところに住んだことってありますか？画面の方は私の過去の映像とか画像とかを流しながら、お話の方はそのルームシェアのお話をしたいと思います。いつも通りラジオはダラダラとしたトークが続くので、もしご興味のある方はぜひ聞き流しでお付き合いください。私が初めてルームシェアをしたのはちょうど20代の半ばぐらいだったんですね。まだ私が男性の時でした。その時私はまだカミングアウトもしてなくて、男の人のふりをして生きてたんですね。私、これはもう自慢でも何でもなくて、当時は本当に悩みだったんですけれども、女の人から割と声をかけられたんですよ。割と年上の女の人からモテることが多かったんですけれども、でも私は女の人に本当は全然興味がないから、それが悩みでかわすのが大変だったんですけど、周りからももう20代半ばだし彼女ぐらい作った方がいいよ、男の子なんだから女の子と付き合った方がいいよって親にも言われてたし、兄弟にも言われてたし、親戚にもそうやって言われてたけども、自分自身は女の人を愛せない、まだ自分が同性愛なのかトランスジェンダーなのか、その辺はちょっと自分でも定かじゃなくて、本当に LGBTQ で言ったら Q でした。クエスチョニングだったんです。自分が何者かわからない。子供の時のことをいろいろ遡っていろいろ考えると、私は完全に女性なんですけれども、当時の私は過去のことを思い出すことも嫌だし、誰かに話すこともできないし、過去の自分と向き合うなんて絶対無理だったんですね。なぜならやっぱり自殺未遂という大きな傷もあったし、そのことと向き合うことなんて今だったら講演会でも話してるので全然話せるんですね。それでも当時の私はそういう話をすることもできないし、自分でそういうことを振り返ることなんて絶対できなかったから、絵描きを目指した時に全てを封印して生きていこうって、自分のそういう同性が好きなこと、女の子の部分が心の中にあることは全て封印して生きていこう、そんな風に思ってたんですね。それでもちょうど20代の半ばか後半ぐらいから自分は何者なんだろうって、そんなことをちょっと悶々と考え始めていた、そんな時期にちょうど私に好意を持ってくれてた女の子が私にアプローチをかけてきてくれて、一緒に住もうみたいなことを言ってくれたんですね。当時は自分のことをクエスチョニングと言いつつも、まあ自分が女の人に興味がないっていうことはほぼどこかで、これは一生治らないなって思ってたんですよ。自分は絶対女の人には興味がないって、この先女の人に興味を持つことも女の人に恋愛感情を持つことも絶対にないってどこかで思いつつも、ちっちゃい時から自分の方がおかしいって思ってたんですね。なぜなら周りから男に生まれたら女の人と恋愛して結婚するのが普通、親にも先生にもそうやって言われてずっと育ってたし、トイレに行ったら男と女しかない、だから男に生まれて女の人に興味がないということはおかしいことなんだって、子供の時からそういうことはいけないんだよって否定されることで自分でもその部分を否定してしまってたんですね。だからこれだけ熱烈に言ってくれてたら、もしかしたらこの人と一緒に住んだら女の人を好きになれるかもしれない、今となったら絶対無理なんですけれども、どこかでそういう淡い期待というかずるさというか、そういうのがあったのかなって思うんですね。それでもやっぱりなんか一緒に住むことに躊躇というか、一緒に住みたいって言われて OK の返事を出しながらも、何かにつけて、あ、ちょっと今保証金のお金がないからとか、親が保証人になってくれないからとか、何かにつけてこう住まなくていい方向に持っていってたんですけど、もう保証金は私が出すからみたいな感じで、もうあれよあれよという間に話が進んでいって、一緒に住むことになったんですね。今の私だったらお互いに傷つくことは分かってるからやめなさいって言いたいぐらいのことなんですけれども、もう本当に当時の私は自分のセクシャリティだけじゃなくて自分の価値観とか全てに対して曖昧、優柔不断。その上で、まあ、この映像の最初の方に私がテレビに出てこうなんか絵を描いてる姿の映像があると思うんですけれども、あんな感じで自分の意見をはっきり言えない人だったんですね。今では全く考えられないんですけれども、本当に自分の意思表示をちゃんとできないというか、自分に全く自信がないというか、強く押されたら断れないというか、流されるというか、そういう感じの男の子だったんですね。もう本当にそれは情けないことなんですけど、
そうやって流されて一緒に住むことになりました。まあ、この後お話しするんですけれども、結局その方を傷つけてしまうことになってしまうんですね。だから今思ったら早くカミングアウトをして、無理ですって言っとけばよかったけれども、誰かにカミングアウトなんてする勇気もなかったし、ましてや自分でそのことを受け入れるっていうこともまだ無理だったから、どうしたらいいのかなと思いながら、まあ、流されるままに一緒に住んだんですけれども、一緒に住むとやっぱり私のことを男性として見てる、恋人として見てるみたいな恋愛感情があるなっていうことを強く感じ始めたんですね。で、恐怖ではなかったけれども、やっぱり私はその気持ちに応えてあげられないし、やっぱりちょっとだんだんしんどくなってきたんですよ、自分自身が。それでその人と住み始めてすぐぐらいに、私の男の子のお友達、その子は男の子だけども恋愛感情も何もなし、ただのお友達、その子はゲイの子だったんですね。ちょうどその人と住み始めたぐらいに、そのゲイの人と知り合って、あなたゲイだよって言われてた時なんですよ。ちょうどそのぐらいが重なってたんですね。そしてその女の子と住んでることをそのお友達に話したんです。こう理由で流されちゃって一緒に住んでると。そしてその女の子は私に恋愛感情を抱いてると。でも私はその気持ちに応えてあげられないし、すごいアプローチをかけてこられるたびにちょっと辛くなるし、夜になるとちょっとなんかちょっと怖いような、なんかされたらとかそういう怖さじゃなくて、なんかそういう雰囲気になったらどうしようって悩みばかりが大きくなってて、頭の後頭部のところに2つぐらい大きな10円ハゲみたいなのができて、もうどうしようどうしようってなってて、そしたらその子がちょうど引っ越したいってなって、で2人で住んでたのが割と大きめの 3LDK だったんですね。で、私が使ってるお部屋があって、彼女が使ってるお部屋があって、もう一つお部屋が空いてたんですね。そしたらそのゲイのお友達が私も住みたいっていう風になったんですね。その人はゲイなんだけれども、割と心の中は乙女みたいな感じの子だったんですけれども、そしてお友達がね、今家一緒に探してて、住むところが見つからないから一緒に住んでいいかなって、最初の方はすごく彼女もすごい反対して、いや、二人で住みたい、二人で住んでたいっていう感じで言ってたんですけれども、なんとか説得して三人で住むことになったんです。で、そうこうしてる間に、私は自分のことがゲイなのかなって思い始めてたんですよ。そのお友達も絶対ゲイだよって言ってくれてて、それでちょうどその時にそのお友達と一緒にカウントダウンパーティーみたいなのに行ったんですね。ゲイの人が集まる国際交流デーみたいな感じのイベントで、いろんな国のゲイの人と日本のゲイの人の交流みたいな、そういうカウントダウンパーティーに行ったんですね。そして私は講演とかでもお話ししてるんですけれども、アンドレという一人のカナダ人男性と出会うことになるんです。そしてアンドレと相思相愛、恋人同士になるんですね。まあ、その辺の話は講演会でも話してるので、講演会の動画は上のカードまたは最終画面説明欄にも貼っておくので、講演会動画をご覧いただけたらいいかなって思います。それでやっぱり彼女の気持ちに応えてあげることはどうしてもできない、そして私にも恋人ができた、私はクエスチョニングだけれども確実に言えることは、女性に対しては全く恋愛感情がないっていうことは確かだったんですよ。自分がトランスジェンダーなのかゲイなのかっていうことは迷いがあったけれども、自分が女性に対して恋愛感情がないっていうことは 100% 自分で分かってたんですね。だから思い切ってそのことを彼女に話したんです。私のことすごい好きでいてくれてありがたいけれども、私はあなたのことを友達以上には考えることはどうしてもできない、そして自分ではゲイなのか女の子なのかわからないけれども、お化粧もしたいし女の子のお洋服も着たいと思ってる部分があるから、あなたとは絶対に結婚もできないし恋人も無理って。で、彼女はすごい結婚願望があったので、もし結婚願望あるんだったら彼氏を見つけて結婚してほしいって、私は無理だからって伝えました。そしたら彼女はもう泣いて嫌がって、そして泣かれたら私も本当に人を傷つけてることに対してすごい辛くて、どうしたらいいんだろうって悩みながら、私にはアンドレという恋人がいるのっていう話も彼女にして、そしたら彼女はもうパニックになっちゃって、ちょっと情緒が不安定というか、パニックになったと思ったらお化粧品を私に貸してくれたり、私のお化粧してくれたりもするんですね。だから中性的な男の子が好きな女の子ではあるけれども、女性になったり男性が好きっていうことに対してはちょっとなかなか理解できないっていう感じだったんです。それで彼女にどんなに話してもそれは理解できない、絶対無理っていう感じで言われ続けてて、そのままずるずる
ると3人の共同生活っていうのは続いてたんです。そしたらどんどん彼女は情緒不安定になって、ある時詳しくはわからないけれども仕事以外は部屋に閉じこもるようになって、それまではみんなでご飯食べてたんだけども、もう一緒にご飯を食べるのも嫌っていう風になっちゃったんですね。そして自分の部屋にこもって帰ってきたらなんかカップ麺みたいなのを食べてる、そんな生活がしばらく続いたんです。恋愛感情は彼女に抱かないけど、彼女のことを友達としてすごく大事に思ってたから、彼女の健康もすごい心配だったし、ねえみんなでご飯食べようよっていう風にしても、もうどん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 会話もなくなっていくし、で一緒に住んでたそのゲイの子も、何々ちゃん一緒にご飯食べようよって話しかけてくれたりはしたけれども、だんだんそれぞれの生活になってきたんですね。もうそれぞれというか、それまでは3人でご飯食べたりしてたけれども、それも無理な感じになっちゃって、そしたら彼女が今度はなんか宗教なのかマルチ商法なのか自己啓発系なのか何かわからないけど、なんかの団体に入っちゃって、なんかどん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 精神的におかしくなっちゃったというか、いろんなものをなんか買い集めてる。なんかそれが普通じゃないなっていうことは私も気づいたから、それ普通じゃないよって、そこから買ったものを部屋で食べてるみたいな。それまでは彼女が作ったり私が作ったりみんなで作ったりしてちゃんとご飯食べてたんですけど、ご飯もちゃんと食べなくなって、でどん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 なんか心配になってきちゃって、で肌荒れとかもしてるし、なんかそれは全部私の責任なんだ、私がこうだから彼女もこんなにおかしくなっちゃったんだって、私も自分で自分のことをすごい責めるようになるし、一緒に住んでるそのゲイのお友達ともぶつかるようになるし、喧嘩にもなるし、生活自体がみんながピリピリしてるというか、なんかそんな感じが続いたんですね。それでもなんか頑なに彼女はもう会話しようとしないし、でもやっぱり私は一緒に住んでるしお友達だし気になるんですね、どうしたのかなって。私は友達として優しくしてるんだけども、友達として優しくすると彼女は私に恋愛感情があるからやっぱり期待してしまうと。私もその辺すごくわかるんですよ。やっぱり私も心の中は女の子だから、やっぱり嫌いになりたいけど嫌いになれないみたいな、優しくされることは罪みたいな感じで、彼女の立場というか女になって考えた時に、あまりこのまま中途半端に優しくするのは彼女も私のことを忘れることができないし、区切りをつけることができなくて大変だなって思ったんですね。だからここは私もちょっと申し訳ないけれども、ちょっと心を鬼にして挨拶するのをやめたりとか、ちょっと辛く当たるじゃないけれども優しくするのをやめたんですね。それで私の絵のこともすごく応援してくれてたから、もしちゃんとお友達になれたらこれ以上の理解者はいないと思ったから、彼女とはやっぱりお友達としてずっと仲良くしてたかったから、なんかやっぱり彼女がそんな風になっていくっていうのは私も本当に辛かったんですね。それでも私も本当に辛く当たったりとか無視をしたりするっていうのは自分自身も本当に辛かったけれども、彼女が変な団体みたいなのに入ってどんどんおかしくなっていくから、もう心を鬼にして朝の挨拶しなかったり、顔を合わせてもすぐ自分の部屋に入ったりして、同じ部屋には住んでるんだけれども、もう本当に全く別々の行動になっていったんですね。もう会話もないような感じになっていったんです。本当にその期間が半年ぐらい続いたんだけども、私も本当に辛かったんです。その間まずは本当に一緒に住んでしまったことに対して申し訳ないなと思って、私があの時心鬼にしてごめんねって、やっぱり私女の人好きになれないから一緒に住めないって、そういうふうに言ったらよかったのに、それも言えなくて、ずるずると、まあお友達だったらいいかなっていうふうな、もうこれ以上のお友達いないと思ったから、こういうお友達ができたら本当に一生楽しいだろうなって、絵のことも理解してくれるし、古典の応援もしてくれるし、すごい私のことを理解してくれる、絵のことも誰よりも理解してくれるって、一緒に住んだばかりに余計に彼女を傷つけることになって申し訳ないなって、あの時一緒に住むべきじゃなかったなって、あの時ちゃんと私は女の人と恋愛感情は無理です、結婚も無理ですって。彼女はどこかに恋愛感情と結婚願望っていうのがあったんです。で、私の中でも彼女と一緒に住み始めた頃はまだ男の人とお付き合いしたこともないから、もしかしたら男に戻れるんじゃないかって、親にもそうやって言われてたんですね。彼女のことを好きになれるって何回も思ったら本当になれるからって母にも父にも言われたんですけれども、私もどこかでこんな風に生まれてしまった自分に対して負い目を感じてたから、普通の男に戻れるんだったらそれに越したことがないけれども、どんなに頑張ってもどんなに考えても男の人の思考にはなれないんです。恋愛感
感情は男の人にしか湧かないし、女の人には全く恋愛感情が湧かなかったんですね。それを彼女と住むことでだんだん分かってきたというか、もうその思いが強くなって結局アンドレとも付き合ってしまった。だから私が女の人に興味がないっていうことを強く気づかせてくれたのも彼女の存在だったんですね。それでなんかちょっと話がとっちらかっちゃって、ちょっと感情的になって申し訳ないですけれども、私も辛かったけれども、私が優しく彼女のこと、体を心配したりとか、私が優しくすることで彼女がどん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 何か変な道に入っていくような感じだったし、彼女がどん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 不健康になっていく感じだったから、あまり口も聞かなくなったんです。そしたら半年ぐらいしたら彼女が引っ越していったんですね。なんか女の子のお友達に手伝ってもらって引っ越していった。だから彼女が引っ越してすぐ後ぐらいか、彼女が引っ越すちょっと前か、その辺はちょっと記憶は定かじゃないんですけれども、そのゲイの子も引っ越していったんですね。なんか彼氏ができたからっていう感じで、それで2人とか3人で住むはずで借りたマンションだったから、本当にその後家賃が大変だったんです。結局その後私はだんだん容姿も女の子になって、容姿が女の子になったら独身の人がほとんど住んでない、全部ほとんどファミリーとかそんな感じのマンションだったので、マンションの住人の人たちから子供に悪い影響が出るから引っ越していってほしいとか署名運動もされたんですね。時を同じくしてお絵かき教室もしてたんですけれども、お絵かき教室をしてたカルチャースクールのオーナーからも、うちのカルチャースクールに女装の人が出入りするのは困るから出てってほしいっていう感じで、もう半ば追い出されるように教室も辞めざるを得なくなって、彼女が引っ越して1年後ぐらいに私もそのマンションを引っ越すことになったんですけれども、本当にただ当時のエピソードだらだらと喋っただけで、なんかエピソードトークになってなかったと思うんですけれども、これが私がちょうど今画面で流れている男の子から女の子に変わる、ちょうど私が住んだ時は男の子で引っ越して出る時は女の子だった。なんか本当に私自身ちょっと誰にも話したことがないルームシェアの話だったんですけれども、今は本当に反省してるんですね。私が彼女と一緒に住むってなる時に、ちゃんと私は女の子は無理なんですって、だって女の子が無理っていうことはどっかでうすうす分かってたんです。っていうかもう 99% 女の人は無理って思ったんです。でもどこか 1% ぐらい普通の男の子になった方がいいのかなって、自分で自分のことを男の人が好きっていうところをどこか認めたくないところがあって、自分のそういう正直な心とか本音に蓋をして曖昧な状態でうやむやにしてその人と一緒に住んで、私の人生の中で本当にあの時は本当にすごいターニングポイントになったし、本当になんか今ちょっと振り返っただけでも人生って本当にいろいろなことがありますよね。私のこういう男性から女性に変わった時の話とか、そういう話ってもしかしたらどこかでセクシャルマイノリティの人が共感してくれたりとか、セクシャルマイノリティの人の何か悩みの突破口になったらいいなと思ってるので、これからもこういう過去の話とかもしていきたいなと思います。今回私にこの話をさせてくれる機会を与えてくれたやすさん、ありがとうございます。これなんて読むんだろう、ミスマイ、私まだ未だにこれなんて読むかちょっとわからないので、いつもやすさんやすさんって言ってるんですけれども、いつも熱いメッセージというか熱いコメントを書いてくれるのでとても励みになってます。今回もリクエストいただいたことでこういう動画がというかラジオができました。なんか本当にただ当時のことをつらつらとおしゃべりしたダラダラトークラジオになってしまいましたけれども、いかがだったでしょうか。なんか私の黒歴史でもありますよね。本当に今では反省してるし、彼女は今頃結婚してるのかな、どうなのかなって時々思い出すことがあるんです。申し訳なかったなって、本当に謝りたい気持ちがいっぱいあって申し訳なかったなって、一緒に住んだことも申し訳ないし、その後ゲイだよってカミングアウトしたことも申し訳なかったし、彼女の気持ちを吹っ切らしてあげるために辛く当たったこと、あのやり方は本当に良かったのかなって今でも考えることがすごくあるんですね。あれは本当に正解だったのかなって。でもあの時はあれが精一杯の答えだったんです。でも逆を言えば、彼女と住むことで私は自分が本当に女性は無理なんだなっていうことを強く感じさせてくれたし、私の転機になった、そんなお話でした。彼女に対しては本当に申し訳ない気持ちと感謝の気持ちと、今ではいろいろな気持ちが複雑に入り混じっています。元気で幸せに行ってくれることを密かに望んでおります。本当にココアトラジオは動画よりもさらにダラダラトークというか、もう本当に思いついたことを喋ってるようなそんな感じですけれども、毎回最後まで聞いてくださる方
心から感謝しています。またこんな感じでゆるいダラダラトーク、よろしければお付き合いください。それでは今日はこの辺で締めたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた。